んで俺はこき使われているんだ。触れないとは全然合わないし、これじゃあ様子を見に来た意味がないぞ。そこでおじいさんは言いました。裏山に行ってみよう。おばあさんは言いました。それは名案です。二人は裏山をえほえほと急いで登ります。そんなに急いでどこに行くの？リスさんが声をかけてきました。おじいさんは気になることがあるんだと答えました。おばあさんもだから急いで登らないとと答えます。リスさんは、なら僕も一緒に行こうと言いました。二人と一匹は、またえほえほと山を登っていきます。もうみんな寝ちゃったかな。続きはまた明日。さて、風魔は今何してるのかな。いきなり来たから思わず仕事を手伝わせてしまったけど、私に会いに来てくれてたようだし、手伝ってあげれば話する時間くらい取れるはずだ。まるで言っちゃいけないって言っているみたいだな。大丈夫。先生はあなたたちを置いてどこかに行ったりしない。みんな何も心配しないで、ゆっくりお休み。
か私も眠くなってきたな。風磨に会いに行かなきゃだけど、ちょっと休憩してから。大丈夫、まだ時間はあるから。なんだ、こんなところにいたのか。あやめさんや他のスタッフにこき使われた文句を言ってやろうって思ってたんだけどな。昨日の任務が朝方にやっと終わったし、疲れてるな。心配していたなんて紅にバレたら何言われるかわからないけど、まあこんな顔で寝られるのなら大丈夫かな。しかし本当に無防備だな。これはちょっとやそっとのことじゃ起きないか。とりあえず毛布をかけ直しておいてやるか。この気温なら大丈夫だろうけど、万一風邪をひいたらまずいし。危ない危ない。あやめさんには俺から言っておくから、もうちょっと寝ていていいぞ。さて、紅の分も働きますか。風磨ったら。
撫でてくるとは。せっかく寝ていていいと言われたけど、ちょっと眠れそうにないな。ほんと、優しいんだから、風魔は。